アントワーヌ・フォルトゥネ、マリオンはアントワーヌ・フォルトゥネ・マリオンはフランスの動物学者、植物学者である。南フランスのエクス・アン・プロヴァンスに生まれた。同郷の画家、ポール・セザンヌとは友人で1871年頃にセザンヌがマリオンを描いた肖像画が残されている。勉強熱心な学生ではなかったが13歳の時、石膏採掘場を散歩中に 植物の葉の化石を見つけ、地元の古生物学者のサポルタに渡したことから、友人となり、自然科学者となることになった。大学入学資格を得る前の1862年に、サポルタの推薦で研究者の仕事を得た。1867年に、プロバンス地域の第4期の動物賞についての論文を書き、翌年学位を得た。1870年から、 マルセイユの高校の博物学の教師をした後、マルセイユ大学の地質学科で教え、後にマルセイユの海洋生物研究所の所長などを務めた。1870年代は、プロバンスのブドウ園は、ブドウネアブラムシによって、甚大な被害を受けていた。マリオンは、二流化炭素による殺虫の方法を発案、開発し、5万ヘクタールのフランスの農園を救い、イタリア、ポルトガル、 西ヨーロッパでも効果を上げた。この功績でフランス農学会から最高賞を受けた。1884年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれ、1886年にマルセイユアカデミーの会員に選ばれた。動物学者としては海洋生物を研究し、マルセイユ海洋研究所の拡充に努め1888年に所長となった。 1880年にレジオンドヌール勲章を受訓し、1888年にポルトガル政府からキリスト騎士団勲章、1893年にロシア政府から聖アンナ勲章を受訓した。マリオンは植物の学名で命名者を示す場合にアントワーヌ・フォルトゥネ・マリオンを示すのに使われる。ありがとうございます。